アンピルだよ。ね、はい。X がマイナス4分の3とき y イコール8である。ね、y は2分の1となる x の値を求めなさいと。はい。まず、普通はこういう問題のときは、基本形に当てはめて、a を出せばいいけど、こういうときはさ、マイナス4分の3分の a になっちゃって、これで a が求めづらいの。ね、だからこういう時はこれはしない。ね、つまり小学校の時やった反比例のやり方の、まず簡単に x と y の表を書いて、小学校の時やったよね、かけた数は必ず同じ。はい、まずこれをかけてみて。はい、そうするとマイナス6が分かったよね。ってことはこの時も同じく表に入れて、はい、y に2分の1入れる、 y に2分の1入れちゃえば、これかけるこれがこれだから。あとはこれを解けばよいと。はい、やってみよう。はい、両方に2をかけて、はい、できました。はい、次、今度これね。はい、点 P が x が2の時 y が6と。で、点 Q の座標は x が4の時、これもほら、これをやってるから、これをやってればこれも2、6、12で、こっちも4、3、12ってすぐ分かるじゃん。ね、これもこの表と同じ考え方だ。ね、ほんで、じゃあこの問題で、はい、y が x に比例し、傾き a のグラフが曲線 PQ 間の部分と交わるときってことは、つまり一番小さいときは比例だから、ここから、はい、一番大きいときは傾きがここまでの範囲ってことだね。はい、じゃあこのときは、はい、比例っていうのは y イコール ax だったよね、今度はね。今度は y イコール ax で、これ傾きなんだから、x の増加量が4の時、これは y は3と。4歩進んで3上がる。ね。そして範囲だから、はい、そして、はい、この時は2個いって6上がると。はい、2個いって6上がるだから、はい、これは略分してどうするの？はい、やってみる。